野球では昔から女性の活躍が目立っていました。選手としてコーチとしてオーナーとして成功した人もいました。今回は現在の野球界で重要な役割を演じる2人の若い女性選手に迫ります。その活躍で全国的に有名になったフロリダの少女については後ほどご紹介します。最初にご案内するのはカリフォルニア。ゴールデンベースボールリーグのチコアウトローズでファンを魅了する10代のナックルボーラーです。日本人の吉田絵里はアメリカのプロ野球でプレーする10年ぶりの女性選手です。しかし18歳の吉田は当初その実力を疑問視していた多くの人を納得させる必要がありました。監督もその一人です。最初は冗談かと思いましたが彼女のピッチングを見て驚きました。アウトを取ることが彼女の仕事だが今のところよくやっているよ。彼女はまた普段なら試合を見に来ないようなファンまでも引き寄せています。いつの間にか彼女の投球を見に来る女性の姿が増えました。誰もが彼女の T シャツを着るなどして応援しているよ。ストライクを取るたびにホームランを打ったような歓声が上がるんだ。最大の武器は独学で習得したナックルボール。球界で最も有名なナックルボーラーの一人からヒントを得ました。テレビで見てすごい衝撃できて、そこまでボールも他の人と比べたら速くないけど全然バッターが打ててないっていうのがすごい自分の中で驚いて、その時に自分も投げれるようになりたいなっていう、ただその気持ちで投げるようになりました。この春憧れのティム・ウェイクフィールドと会う機会に恵まれた吉田はいくつかアドバイスをもらいました。ボールは手からまっすぐ押し出す感じで投げる。ウェイクフィールド選手から教えていただいたんですけど、マウンドの上での気持ちだとか、いつもウェイクフィールド選手がめがけてる部分とか。彼女と話ができたことは僕にとっても光栄だ。ナックルの伝統を受け継いでくれる選手に教えるなんて素敵なことだよ。吉田は性別、体格、言葉、経験など多くの試練と向き合っています。しかし全て乗り越えるつもりです。エリはものすごい頑張り屋です。毎日あれほど頑張る選手は見たことがありません。いつもブルペンで自分の投球を確認しているし、ランニングも怠らない。野球に取り組む姿勢だけでも多くの尊敬を得ている。ここでやるからには自分も本当に結果残したいですし。吉田は自分の達成したい夢をしっかり心に描いています。ウェイクフィールド選手みたいな、そのメジャーリーグの同じマウンドに立って投げたいです。夢が実現するかどうかはともかく、すでに吉田は成功を目指す多くの人に勇気を与える存在です。男性が支配してきたスポーツで実際に活躍する女性を見ることは小さい女の子たちにとって素晴らしい体験だ。野球は5歳からずっと続けています。結構上手なんですよ。長くやっているので男の子との差は感じません。チェルシー・ベイカーは地元フロリダ州のリトルリーグチームに所属する他の13歳の選手と何ら変わりません。ただし彼女は女の子、しかもチーム最高の選手です。キャッチャーもサードもこなします。そして男女含めて私が見た中で最高のピッチャーです。金網の後ろに子供が集まってきて、この女の子を見てみろよって叫んでいる光景を目にします。女の子だから特別扱いと思うでしょうが、私は男の子と同じだと思っています。いいえ、チェルシーは男の子と同じではありません。男の子より優れた選手なのです。今年はピッチャーとしては12勝0敗、バッターとしては打率6割4厘、完全試合も2回記録しています。この年で完全試合を投げた人はいませんが、女の子の私は2回やりました。集中力がすごいんです。球場に行く途中、今日は完全試合の予感がする、悪くてもノーヒットには抑える、なんて言うんですよ。実際に達成してしまいました。試合後、私たちは特別なことだと感じましたが、彼女にとっては試合の一つに過ぎないようです。とても謙虚な選手ですよ。
では、チェルシーは具体的にどのように相手を圧倒するのでしょうか。ストレートとカーブがありますが、追い込んだらナックルを投げます。それもその辺のナックルとは違います。メジャー通算221勝のジョー・ニークロ直伝のものです。巡回コーチだった彼に教わりました。投げるように勧めてくれたのも彼です。ニークロがナックルを投げるのを見て、彼女は投げ方を教えてほしいと頼みました。彼も最初は隠していましたが、とうとう観念して教えました。ニークロは2006年に亡くなりましたが、チェルシーに教えたナックルの秘密は生き続けています。球が激しく揺れるのでバッターは振ろうとしませんが、ストライクなんです。決め球ですよ。波に乗ってくると手がつけられません。すでにその才能が全国的に注目されているチェルシーですが、先日彼女のユニフォームが野球殿堂に寄贈されるという最高の栄誉が与えられました。If you look at the role of women in baseball, there's been a long continuum by which women have made a very significant impact on the game and helped it to grow to new levels. Chelsea here today with her two perfect games is just the next in line of showing how women are an important part of the game, an important part of baseball history. And there is, of the 292 Hall of Famers, one is a woman. 今回のことはとても名誉に感じています。他の人たちに影響を与えるでしょうし、実際に野球を習いたい女の子たちが増えています。チェルシーは女性でも野球ができることを証明してくれました。それもただ楽しむだけでなく、優れた選手にだってなれるのです。ここでトリビアクイズです。ジョー・ニークロは1982年自己最多の270イニングを投げました。では1シーズンで最も多くのイニングを投げたナックルボーラーは誰か、テンプルトンに聞いてみました。ウィルバーウッド、ティム・ウェイクフィールド、フィル・ニークロ、チャーリー・ハフ。チャーリー・ハフだと思います。答えは1972年に376イニングと3分の2を投げたウィルバーウッドでした。そんなに投げていたとはね。